名古屋市によりますと今月10日市営地下鉄名城線黒川駅近くのゴミ置き場で不燃ごみの袋に入った砲弾をゴミ収集の作業員が見つけました通報を受けて警察が調べたところ砲弾は長さ27センチ直径7センチで旧日本軍が使用していた75ミリ砲弾とみられています 新刊は入っていなかったため、爆発の恐れはなく、けが人はいませんでした。名古屋市内で不発弾がゴミとして捨てられていたのは初めてだということです。警察は不法投棄の可能性もあるとみて調べています。